ダークソウルリマスター、クラーグに挑戦します。ここは白サインが NPC の白サインが見当たらなかったんで、あ、いっぱいある。でもこれはみんなプレイヤーキャラだよな。ソラールさんいるのかな。いや、いないっすね。ここは単独で行きます。さっき一回挑戦して 炎にやられて死んだんだよね。だから、うわ、とにかく炎に当たんないようにしねえと。うわ、やばい。 一応この塔のカイトシールドっていう炎のカット率が一番高かったんだよね。 うわ、ちょっと待ってくれい。離れたらまずいのかな。3回目、これはチャンス。この薙払いはそんなに食らわない。やばい、だんだん追い詰められる。うわ、やばい。溶岩で追い詰められる。うわ、危ねえ。あの爆発に巻き込まれたら死んでしまう。もう一回、あ、打ち下ろしが来なかったんだ。うわ、追い詰められる、溶岩に焼かれる。やばいな、こりゃ。あ、でも溶岩ずっと残るわけじゃないんだね。やば、今のはまずかった。3回、確かこいつを倒せばもう一個の鐘が鳴らせるはず。あ、いけるか？おりゃー。よっしゃー。いや、シフほど、狼のシフほどは苦戦しなかったな。これで鐘を鳴らすんじゃなかったっけ？そうだよな。あったあった、これだよな。これって下に行くとなんかあったんだっけ？あるよな。来たー。これ2つ鐘を鳴らすと何か意味あったんだっけ？
どっか扉が開いてるが、あ、これ千の古城じゃん。え、そうだよね。ああ、あれ、じゃあここに来ないとあの千の古城には入れないんだっけ。失礼しますね。